さんだ。うまんな、お前のせいでマモル君が木の上にウェーイされたんだろうが。そうだ、え、そっち、いいね、ずるいな。私たちもいます。プスプスコネット、プスプスコネットさん。こいつは逃げ場なしか。分かった、降参するわ。何、お前らが殺人集団じゃないなら許してくれるよな。判決では俺は無罪だな。あやっぱり人殺し集団じゃねえか。オービ大隊長。おい、死んだ。あいつに追いつけるのはお前しかいない。しかし、あいつ、チーカが。あいつはもう人間じゃない。よし、行け。はい。処理、人工、自我のあるあいつを。俺がやらなきゃ、また罪のない人が傷つく。俺がやる。この街はまるでおもちゃ箱だな。ドイツで、人のお楽しみを邪魔しやがって。俺が消防士時代に何人助けたか知ってんのか。お村人時代に何人か殺しても文句ねえだろ。助けた数と帳尻合わねえんだよ。なんだこいつ。なんだお前は。対象の新人隊員から2回のアドラバースト反応を観測。あの新人は当たりだな。しかし自我を持つ穂村人を消されるのはもったいない。炎は魂の息吹、黒煙は魂の解放。待て、ちょっと待ってくれよ。シスターの祈りはねえけど、お前には十分だろ。俺だって死ぬのが怖えんだよ。せめて最後くらいシスターの安らかな祈りを願って。しょうがないな。多分シスターたちもここに向かってきてる。それまでおとなしく悔い改めて。くそげ、何がヒーローだ。うるせえ、もう黙れ。鎮魂してやる。第五特殊消防隊大隊長、プリンセスヒバナ。大嫌いだったそばかすをちょっと人慣れしてた迷宮ひとつ。レリックの恋は見事に、隠れ人と一緒に溶けた。前よりももっと優しい。